こんにちは、インナスキャグの川島です。本日は犬をカートに入れるメリットやデメリット、こういったテーマでお話をさせていただきます。今回のお供はミックス犬のミルちゃんです。よろしくお願いします。それではドッグカートが結構ね、犬を乗っけて、まあ、お散歩してるのか何だかわからないんですけど、連れてガラガラ引いてる方っていうのがたくさん見られるかと思うんですけれども、その人たちの心理的なところですね、旗から見ると歩かせろよって思う方たくさんいるかと思いますので、ちょっとそこら辺を深掘りしてお話ししたいと思います。要はカートを連れてる人の気持ちですねっていうところを、いっぱい飼い主様と私も接触させていただくので、その方たちがなぜカートに入れてるかって、やっぱりいろいろね聞く機会があるので、一般の方から見るとね、犬をなんか人のように扱ってるというか、そういうなんかちょっと悪い目で結構見られてることも多いので、そうじゃなかったりするんですよ的なところもちょっとお話ししていきたいと思いますので、ぜひご参考までにということで。でまずドッグカートって最近目にすることが増えたかと思うんですけれども、入れてる一番の理由としては、だいたい傾向を見てると多頭飼いの方が多いのかなっていう印象を私は受けてます。多頭飼いだと2頭とか3頭とか4頭5頭ね、飼ってる方とかが一緒にわらわら地面を歩かせておくと道を占拠してしまいがち、すっごい歩くスピードが速いことをゆっくり歩くことを言うとバラバラになったりだとかして、周りの方に迷惑をかけてしまったりとかもするので、一個ねポコポコって入れとけばここだけ見てればいいので、すごく安全だし楽みたいなところがやっぱり大きいのかなっていうのはあります。でその他に他のワンちゃんに吠えてしまうとか、人に吠えてしまうとか、そういうすごく警戒心が強い子とかもカートに入れておけば安心なのか、吠えなかったりだとか、そういうので入れてる方とかもいらっしゃいますし、あとはね普通の道だったら別にカートに入れる必要っていうのはそこまでないんですよ、一般的なお散歩コースなので。ただショッピングモールとかアウトレットとかそういうところに行った時にふらふら歩かせておくと、他の方にね当たってしまったりだとか、他の人にわーって行ってしまうとか、犬に行ってしまうとかってなってくると楽しめないわけですよ。なのでカートに入れてあげると楽なのもあるし、いろんなところにカートに入れてれば移動がしやすいっていうのがやっぱり一番ありますよね。やっぱり犬を連れてると入れないところっていっぱいあるので、ただカートに入れてると意外と入れるところって結構あったりとかもするんですよ。あとは人と犬の共用スペースみたいなところもカートに入れたりだとか、入れ物に入れないとダメですよとかっていうところもありますので、そういうところに行く方なんかはキャリーバッグみたいなのでね、手で持っていくとかね、結構スリングとかに入れてる方もいらっしゃいますけど、ガードはねしっかりあるものの方が何かあった時とかにすごく安全、犬の安全も漏れるっていうのもあって、カートっていうのが結構使ってる方が多くなってきたなっていうところはあります。公式 LINE スタンプ販売中。もちろんねアウトレットとかそういうところに行くだけではなく、単純に歩くことがすごく苦手とか臆病な子ですね、お散歩中ちょっと歩くともすごい怖がっちゃってっていう子もカートに入れれば外の空気吸わせることもできるっていう子もいれば、老犬とかも歩くことがちょっと困難でただ外の空気を吸わせてあげたいなっていうので入れてあげる子もいれば、すぐに疲れちゃうからカートを一緒に持ってってあげて歩けるとこだけ歩かせてあげるとか、そういう風にね使わざるを得ないような方とかもいたりとかするので、カートを使ってる人たちはそれなりの意味があって使ってるっていうことがすごく多いので、だいたい9割そうなんじゃないかなと思います。ただ入れてお人形さんみたいで可愛いでしょみたいに多分見られてると思うんですけど、そういう風に使ってる方っていうのはほとんどいらっしゃらないんですよね。なのであんまり変な目では見ていただきたくないなとは思います。ただやっぱりねカートが出始めの頃なんかは、犬歩かせりゃいいじゃんって私も思いましたけど、今は全然そういう風な考え方じゃなかったりとかするんですよね、私ですら思うっていうね。なので周りの方も結構思ってるとは思うんですが、いろいろワンちゃんにもやっぱり性格があるので、どうしても外にね連れ出してあげて外の空気吸わせたいとか刺激与えたいっていう方もいらっしゃるので、そういうので使ってる方とかがすごく多いですね。でカートもね人間用のカートより全然高かったりとかするので、あんまいい商売してるなと思うんですけど、かなり高いんですよ。でかなり動きが良かったりとか、いっぱい中にねリードでこうね首輪に止められるように落っこちたらね危ないんで、ただまああれ落っこちたら首吊りになるので、下に落ちるか首吊りになるかみたいなどっちかなんですけども、そもそもね落ちないように気をつけてはいただきたいんですが、そういうのでねちゃんとこう止められるようにリードが中についてたりとか、かなり高機能なものがあるので、自分の愛犬ちゃんに合ったものを使っていただければとは思うんですが、まだまだねちょっとカートで電車に乗るとかそういうのはできないので、キャリーケースとかねそういうのにはなってしまうんですけれども、まあ、もう少しカートが浸透してくればいろんなところに入れたりだとかするようになってくると思うので、すごくいいものだとは思います。なのでカートに入れてお散歩に行くっていうこともやっぱり慣らしておかないと愛犬ちゃん自身も不安になったりとかするので、もし積極的にねそういういっぱい人がいるようなところに行くとか、犬が入れるのか入れないのか微妙なところに行くときなんかはカート
ートも一緒に持ってってあげると意外と受け入れられたりとかもしてくれるので、ぜひそういうのに慣らすトレーニングっていうのはやっといていただいた方がいいんじゃないかなとは思います。災害が起きた時とかにもカートよりはできればクレートとか、うちでもクレートトレーニングっていうのをお勧めさせてもらってるんですけども、移動としてはカートとかの方が入れ物もついててっていう形で楽なので、あれを使っていただくのも方法の一つではあるかと思います。ただ人がねハウスって入れたタイミングで入れてあげないと要求が増えてしまったりだとかも出てくると思うので、まあ、極力クレートがもちろんいいんですけれども、そういう入れ物の中に入っていられるっていうことはクレートだろうとカートの中に入れとくも一緒なので、そういう狭い空間に入れられてるっていうのは普段から慣らしておいた方がいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ使っていただく機会があればですね、慣らしていただければと思います。チャンネル登録者数1万名を目指して投稿をしております。この動画が参考になりましたら高評価チャンネル登録ぜひお願いいたします。カートのいい面だけちょっと今お話しさせてもらったんですけれども、カートを使うと悪い面というかね、ちょっと逃げの一手みたいになってしまう場合もあるので、ちょっとそちらの話をさせていただくと、吠えてしまうから入れておきますとか、犬がその辺で乱れてしまうっていうのがあってカートにこう一緒くたに入れてるっていう方とかも、他のワンちゃんが苦手、人が苦手っていう方カートに入れてるとかっていう方もそうなんですけれども、そういうのってトレーニングで何とかすることっていうのはできなくはないんですね。なので逃げ道みたいのを作ってしまうと、どうしてもどこに行ってもそのカートを使わなければ逃れられないみたいな状態になってしまうので、極力そのトレーニングをすることによってお散歩中に普通に歩いてても自分からね吠えたりだとかしないっていう風な状況にももちろんできますし、人にもどんどんね接触させる機会までは設けなくていいと思うんですけども、普通にすれ違うぐらいは全然できるとか、ワンちゃんともすれ違うことができるとか、どうしてもカートの中に入れてると接触自体がもうゼロになってしまうので、慣れる機会すらないような状態になってしまうんですね。なのでもう少しちょっと他のワンちゃんと友好的になってほしいなとか、慣れてほしいなとか、人と接触するのももちろん、ね、同じことで慣れてほしいなとかって思っているようであれば、あまりカートを多用しすぎてしまうと接触する場がそもそも人がもうなくしてしまっているような状況になるので、慣れる機会がありません。なのでこれはあまりいいことではないですよね。なので極力環境にしっかり慣らしてトレーニングしていきたいなっていう場合は、使わない時もあれば使う時もあるぐらいの感じで、最終的にはもう本当に必要のある時以外は使わないぐらいの感じにしていただいた方が、私自身はトレーナーとしてはいいんじゃないかなと思いますので、はい。まあ結構ね高い位置になるので、カート高い位置から見つけると吠えたりだとかすることとかもね、内弁慶な子だと結構あるんですけど、俺俺俺みたいな感じでね吠えたりだとかするんですけど、そういうのも高い位置になると犬って結構強気になるので、地面にさせてね臆病なワンちゃんを見せつつ、ちゃんと挨拶もさせつつみたいなねトレーニングは、こういう時期なんかは特にやっといていただいた方がいいんじゃないかなと思います。あとはねワンちゃん自身何とも飼ってる方なんかだと、やっぱりねその辺うろうろされるとちょっと怖いわっていうであれば、ちゃんと横をつくトレーニングとかもできるので、必要とあればですねそういうのもやっといていただくといいんじゃないかなと思います。はい、トレーニングとしては逃げの一手になることが多いので、極力愛犬ちゃんは歩かせてあげた方が私としてはいいんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、時と場によってですよ、もちろんね、はい、なので極力歩ける場所をちゃんと歩かせるっていうことはしていただいた方がいいですね。それでは最後にまとめをさせていただきます。今回はペットカートを使うメリットとデメリット、こういうテーマでお話をさせていただきました。メリットの方からお話しさせていただいたんですが、ペットカートって一般的に犬を飼ってない方とか使ってない方なんかは、犬なんか歩かせりゃいいじゃんって思っている方もとても多くいらっしゃるんですけれども、単純にこう入れて可愛いねってやってるわけではなく、お散歩がすごい苦手な子とかもいるので、そういうところに入れて環境に慣らしてあげましょうとか、外の空気吸わせてあげましょうとか、車の通る音とか工事の音とかそういう音に慣らしてあげましょうとか、そういう風な目的で使ってる方もいらっしゃるし、あとは老犬ちゃんとか年を取った子でそんなに長距離歩けないから、ちょっと公園まで連れて行ってそこで降ろして歩かせてあげましょうかとか、で疲れた頃に乗っけてあげて運んでまた歩けるようになったら歩かせましょうかとか、そういうね普通に歩けないような子たちもちょっと過保護かもしれないんですけど、そういう風にやってる方とかもいらっしゃいます。多頭飼いとかで道を占拠してしまうと人に迷惑がかかるので、狭い道なんかだと一緒にねカートに入れてこう運ぶのが楽だったりとか、他のワンちゃんとか人とかに吠えてしまうときにカートに入れてしまうとか、
結構いろいろカートに入れる理由っていうのはあるので、やむを得ず入れてる方とか、どうしてもやっぱり入れなければいけない、使わなければいけないっていう方も中にはいらっしゃるので、そういう方たちもね、中にはいるっていうことはちょっと覚えておいていただきたいかなと思いますので、ショッピングセンターとかそういうところに行くとやっぱりカートってすごく便利なので、使っていただくのであれば、そういったトレーニングは日々やっといていただいた方がいいので、もし使う機会があればやってはいただきたいかなと思います。はい、まあ、使う機会がなければ全然やる必要はないですよ。でデメリットの方が、ワンちゃん自身歩くことが苦手とか、ね、老犬になってからちょっとしょうがない部分はあるんですけれども、苦手意識でお散歩をさせないとか少なくするっていう方向性でやってる場合には、積極的に本当は歩かせてあげたいですね。でカートを使うトレーニングって、うちではそうなんですね、押してるわけではなく、そもそもお散歩がもう嫌いなのであれば、静かな環境で歩く練習しましょうとか、犬気とか人気がないような時間帯を狙ってお散歩にさせてあげましょうとか、刺激の少ない環境で慣らしてあげましょうっていう形の方向性でやるんですね。なのであんまりね、こうガシャガシャしているところにいきなりカートで突っ込むっていうんだと怖すぎたりだとかしちゃうので、もう慣れるところの騒ぎではなくなってしまったりとかもするので、極力そういう時間帯を狙うっていうのがすごく大切なことですね。カートを使わないで全然トレーニングはできるので、カートを使ってももちろん慣らすことはできますけど、どちらを選択するかっていうところにもよるかなと思います。ただね、カートをやっぱり使いすぎてしまうと、その中にいれば安心、床に降りたら不安みたいな状態にもやっぱりなってしまうので、結局最終的な目標としては地面を歩かせるってことだったとしたら、そっちのトレーニングは積極的にやっていただいた方がよろしいかと思いますので、使いすぎには要注意でお願いいたします。また犬のしつけハグの方のブログ記事で特集記事みたいな感じでペットカートについて詳しく紹介させていただきますので、今ご説明させていただいてないような内容とかも載っておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。概要欄の URL から見ていただくことができますので、ぜひご興味があれば見ていただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録者数1万人を目指して動画配信を行っております。この動画が参考になりましたら、高評価チャンネル登録いただけますと今後動画作成の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回のお供はミックス犬のミルちゃんでした。ご視聴いただきありがとうございます。